アメリカ空軍も北朝鮮を監視するためアラスカに新型レーダーを配備することを発表した。今回はこの新型レーダーを詳しく見ていきますね。もうすぐ北京五輪だけどミサイル発射はやめるのかな？2021年12月6日、アメリカ国防総省は、アラスカ州のクリア空軍基地に建設中であった、最新の弾道ミサイル探知レーダー、長距離識別レーダー、LRDR の設置が完了したことを発表。アメリカ空軍が引き渡しを受けて、初期運用を開始することを宣言し、2023年には、本格運用を開始するとしている。このロッキード・マーティン社製の、長距離識別レーダー、LRDR は、固体化アクティブ電子操作アレー、AESA を用いた早期警戒レーダーで、大気圏外を飛行する、弾道ミサイルを迎撃する、地上配備型迎撃システム、GMD 用に開発され、メンテナンス中であっても、観測を継続することが可能であり、固体化レーダーブロックを組み合わせることで、レーダーサイズの拡大を図ることも可能とされている。ちなみに、この LRDR に使用されているパワー半導体である多目的 GaN 窒素ガリウムデバイスは日本の富士通製である。LRDR はこれまでの早期警戒レーダーよりも弾道ミサイルを探知、追尾する能力が大幅に向上しており、以前に日本がイージス・アショア陸上配備型迎撃ミサイルシステム用のレーダーとして導入を進めていた。AN スパイ 7V1 レーダーをより大型化させたもので複数目標の同時探知追尾が可能な他に弾道ミサイルの弾頭の識別を容易にできるとされている。また地球軌道上にある衛星やロケット打ち上げ時の残骸である宇宙ゴミ、スペースデブリなどの監視も可能であるばかりか、現在ロシアや中国が開発を進めている極超音速ミサイルの探知に関してもソフトウェアのアップグレードで対応が可能とされており、ヒル国防総省ミサイル防衛局長はアメリカ本土を攻撃しようとする弾道ミサイルや極超音速ミサイルの脅威に対抗する手段として有効であり、本土防衛能力の向上に貢献するとしている。日本においてはこのLRDR の技術をもとに開発された AN スパイ 7V1 を2機購入することが2018年7月に承認され、北朝鮮の弾道ミサイルへの備えとしてイージス・アショアとして秋田県と山口県に配備した上で2025年から運用する予定としていたのであるが、2020年6月に当時の河野防衛大臣によって配備が中止された。その理由としては、迎撃ミサイルを発射する際に使用するブースターを自衛隊演習場内に確実に落下させることが困難であることが明らかになったためとされているが、地元の反対に加えて、イージス・ショア自体の建造コストが膨らんだだけでなく、迎撃ミサイル改良の開発コストも膨らむ可能性や、開発期間がかかることなど、様々な問題が重なったことがあると見られている。そして、日本政府は、2020年12月18日に、イージス・アショアの代替案として、イージス・アショアと、同等の能力を持つイージスシステムを搭載する艦艇2隻の建造を閣議決定したのであった。2021年1月27日に、ミサイル防衛局とアメリカ海軍イージス艦技術部門、テイレップは、海上配備された、AN、スパイ7、搭載のイージス武器システム、ベースライン J7B が、弾道ミサイル目標の探知、追跡、識別を行い、迎撃ミサイル、SM3 ブロック IIA の誘導、通信能力などにおいて、火器管制能力を発揮できることが確認され、最新イージス艦の、マヤ型護衛艦で運用中の、ベースライン J7 以上の性能を有することが証明されている。この先、ベースライン J7B は、アメリカ海軍のアーレイバーク級の最新型フライト3に搭載されているイージスシステム、ベースライン10と、
同等レベルの性能を持っていて、違いは、アーレイ・バーク級のレーダーが、AN、スパイ6、であることだけである。この先は、模擬弾道弾の追跡テストなどが実施され、日本に引き渡される予定となっていて、実際に艦艇に搭載した上での海上試験などを済ませた後に、新造のイージス艦に搭載されるものと思われる。イージスは諸亜の導入が中止となったことで、新造されることになった2隻のイージスシステム搭載艦については、設計がこれからであり、どのような艦艇になるかはまだ見えていない。AN、スパイ7レーダーが、他のイージス艦のレーダーと比べて、大型で重量があることや、洋上で長期間任務に就く可能性などから、洋上での安定性に優れた、多動船を採用する案も検討されているという。多動船には、船体が、2つの双動船と、主船体の両脇に、副船体がある3動船があり、海上自衛隊では、双動船として、響き型音響測定艦の例がある。多動船は、高波の影響を受けにくく、広い甲板を確保できる、ことや設計次第では、高速で航行することも可能とされるほか、何よりも、イージス・アショア導入の目的であった、常時警戒態勢を2隻で実現するためには、長期間の洋上航行が必要とされ、艦隊が大きく揺れないことが、乗組員の身体的負担を軽減につながると考えられている。このイージスシステム搭載艦については、多動船案では、建造コストが膨れ上がる恐れや、双動船、響き型は収益したばかりで、運用実績が少ないことなどから、設計方針がまとまらず、2022年度の予算概算要求に間に合わず、見送りとなってしまい、運用開始時期が、かなり先にずれ込むことが懸念されている。なお、インターネット上のブログなどで、この、イージスシステム搭載艦と、現在運用中の、イージス艦を混同していると思われる書き込みが見られるが、この2艦種の任務の性格は、全く別物である。海上自衛隊が現有する、8隻のイージス護衛艦は、4個護衛隊群に、2隻ずつ配備され、その任務は、艦隊の防空であり、対艦ミサイルの探知、追尾、迎撃性能が求められるが、イージスシステム搭載艦の任務は、日本に飛来する弾道ミサイルの常時監視と探知、追尾、迎撃であるため、護衛艦隊と行動を共にすることはない。ゆえに、レーダーには、弾道ミサイル探知性能に優れた、AN、スパイ7が必要なのであり、AN、スパイ6にグレードダウンしてしまっては建造する意味が、全くないのだ。2021年になり、一頃は、弾道ミサイル発射実験を、連日のように実施していた北朝鮮であるが、ここ数ヶ月は静かになっており、イージスシステム搭載艦の必要性が低下したかのように感じられているが、中国やロシアの中距離弾道ミサイルや、極超音速ミサイルの開発ぶりを見るに、日本のミサイル防衛システムの構築は急務であると言えよう。中国は、台湾問題が片付いたなら、次は、沖縄を狙って動き出す可能性が高く、また、ロシアも、ウクライナ問題が決着すれば、次は、極東に目を向ける恐れがある。そして、日本は、ミサイル防衛体制の構築を急ぐのはもちろんであるが、同時に、北朝鮮、中国、ロシアに、弾道ミサイル、極超音速ミサイルを発射させないための、抑止力を持つことも急がねばならない。